試合で世代交代をしたいと話をしていたのは井上。私が井上の壁になる、そう答えたのはドネアでした。そしてこの注目の第1ラウンド、さあ今ドネアが鳴り響きました。 WBSF バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレート、ボディへ、今度はもっと左、そんな趣旨のコメントを試合で話してください。今度は右だ、しかしそれを左、ストレート返して右の返していった、ドネアだ、ドネアがガードの頭に左ボディ、井上の左、ドネアの左が出る。井上の方が凌駕していると思う、バンタムまで戻してすると、はい、ジャブではなく左から井上というぐらいのすごいパンチらしいもんね。あのジャブがもっともっと当たれば早いです、ね、左の方から右です。コンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね、また井上の左ボディだ、見極めようとしていますね。そうですね、右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった、そう話をしていましたが、さあここは左を捉えたのは一瞬花早く井上尚弥の方でしたが、うん、そうです、さっきのフックを打ち合ったらタイミングが分かってきてるでしょうからね、はい、まあ、自分の方が早かったというね、お互い見えることなんですけどね、はい、左から右の右から左だ、当たる距離出してきましたね、一瞬これが強めてきましたね、はい、ポジション森さん、はい、そのドネアサイドですけれども、セコンドはですね、序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、そういう鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて、左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドネアも左、左フックを返していった、いやドネアの左だ、パンチでちょっとカットしましたね、これ有効なんですよ、バッティングでもないと思います。ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック。リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が初めてカットしました。まあ予想がどれぐらいの深さが気になりますね、あのそれ次第で戦い方変えなきゃ、もこの試合の見どころになってくると思います、はい、井上の有効打にあるバッターの時にアナウンスメントがありました。ですから止まった側がドネアの手繰りからノックアウトか、そういうことになります。まあ、右の飛行機振り回さなかったんで、少しこう焦りましたね、さっきのラウンドは、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、うん、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、うん、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードの意識は高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、まあのカットさせたパンチっていうのはもうすごく溜めて、はい、いつも一時は少しあの負けも込んで限界点も支えがれ始めたドネアなんですが、うん、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけると思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上尚弥がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディ、はい、どうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に出した戦い方を僕はしている、今までの集大成をこの試合で出しているように見えます。はい、まあ、ドネアの序盤から戦ってはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しは まだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、うん、まあ、今どうしようかっていうのを考えてるんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないという井上、まあ、鼻血ドネア必殺の左、あの左ジャブを差し返します井上です。おっとドネアがまず狙ってみたい、勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙えてるのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上の上サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんな指示ですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナー、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーを感じない方できました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵ノニト・ドネ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、右のストレート伸びてくる、これは選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、本当に分かってます。ドネアです、左のジャブが伸びてくるのはドネア、そして右のストレートリングに上がるそうです。特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、はい、もう本当にいい、前の4ラウンド素晴らしいラウンドです、お互いジャブを差し合って、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボトしたら、まあ、この試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんはどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いやほぼ合格じゃないですかね、はい、右のストレートしました、先ほどのラウンドから井上君も、
きなりアッパーを出したり、はい、どれに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、おちょっとこれ左ジャブが当たり始めます。ラウンドこれまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振りドネア、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは3人バランスを崩したところに見事なカウンターを入れましたね、はい、の悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田しかしこのラウンド時間がない、奪えるかノックアウト、ダウンを取れるか、第5ラウンドが終了しました。距離感が今変わっているので注意するようにというふうに指示を出しています。井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離、それが出した、注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左ストショットではあります。そうですね、右ストレートとショット、井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですけど、そしてその後の指示がうまく作ってるんで井上選手だけ当てれるんですよね、はい、ありますね。右前に出てくるところ、今度は逆に右のストレートです。もう一回右、今度は左、しかし過ぎてますよね。井上直弥ですか、いや、ドネア、はい、柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒を通してなったところで、さっきのインターバルで、まあ、回復できたので、はい、まあ、すごいトレーニング、ランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだなとは思いますね。まあ、そのあたりますけど、はい、右の目をカットと、右のストレート、そうだいぶ楽になると思います。あ、そういうものですか。やっぱ集中っていうのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしなとしたら、このラウンドの後半に攻撃パターンを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますが、井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレート、ワンツーです。井上尚弥左を刺して、そこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。いいですよね、このジャブ、すごいこう、いや楽しんでると思いますね。左ストレート、ロープ際に置いて左フックだ、井上尚弥。さあ、これから第8ラウンドを迎えます。リングサイド、村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どこにあると気にはかかってるんですね、あとやっぱりいつもの左フックのボディが出るんですよね。左ジャブって言うんですけど、はい、左フックのですね、はい、それで高い急行面高いできるといっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あ、危ない、ゴミアだ、アッパーもうまいですからね、無駄に出せないんですよ、その辺の強敗ってそういうところでしょうね、左フックを当たる力が入らないのかもしれないし、調整そのものは万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、まあ、最近はね、この長いラウンドやってないのは、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました。ドネア、右のボディ、左のフックも返してきた、決めています。右のカウンター、いいのを当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうと話しました。ところにもう一度もらってるんですかね、はい、右のフック返していく、ドネアの左フック、左フック切れましたね、試合の序盤で同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると第8ラウンド左のボディを伸ばした後、ジャブは上に持っていきました。胸で受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右の側をやはり高くして、その傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきて、相手はレジェンド、ドネア、左フックを返していった、井上抱いていました、あ、左を差し込まれてきた、そして右の前へ打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ井上、膝が落ちた、ここまで後ろがないとダメです。まだ残りは1分半ある、右のストレートを伸ばしてくる、来い来いという井上尚弥、落ちかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて、右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取っているかというのは大きな、そうですね、ジャッジがどう見てるかというのもあると思います、思いますね、はい、味方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さんはどう見ますか、ここが勝ちになりますから、はい、
左を返し込まれるシーンもあった井上尚弥。守り行くようなボクサーではないんでね、はい、今みたいに適応力、そう話をしていたのはノリト・ドネア。自分のキャリアの中で気づいていた引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だったから。左取りを使って井上尚弥、まだ30秒あります。これが5階級制覇レジェンドのガンドリア、左をもらった。パンチが当たる距離になります。右から左、これは軽いパンチ、そして今度はボディ。